ちなみに、次のうちの夫はついにシッダルタになったって言ったでしょ。ね。つまり、坂本徹になった。つまり、うちのお父さん、そっくりの人やったけど、それはトーマもね、セルモもね、うちのお父さんそっくりやったけど、セルモがうちの夫になった。じゃあ、前まで誰やったんですか？トーマ。うちの夫になる言ったら全部トーマのはずやった。それがセルモになって。つまり、猫族も交代。アーサー交代して、アーサー・ペンタロンが交代して、で、父はユース、ユースさん。ウサ、ウサって何かって、看護師になって、ウサ。アーサー・ダイオン。で、まあ、だから日本でも天皇とダイオンは父子の関係にあるって本来の姿に戻すべきだし、そこに大和民族みたいな関係ない、そういったことには、無知は、それ結構やけど、うちらの宇治に関係ないやんか。その魔人的でどうすね、どんだけな、格の高い名前でもその、例えば神社でもな、血の輪くぐって、その宇治子でもないとかくぐってどうすんの？その、宇治子になりたいって意味やから。つまり、その、そこの精子くださいって意味やから。な、宗教じゃないって言ってるやんか、神道は。だから宗教やと思ったから、天皇家に入りたかったんでしょ、大和民族は。で、こんなぐちゃぐちゃになってんねんね。で、今度は天皇の精子を血の輪くぐりさせるとかって、もうむちゃくちゃ侵略行為の。いい加減追い出すね、お尻ペンペン叩いて。な？そんな悪ふざけが原因のな、侵略なんかもやめて。それはせえへんからの、これからの時代。これからの時代。で、結局、その、11月30日と11月1日でもほとんど済ましちゃってる、違うもん、儀式。皆さん違うね。うちの儀式はもう済んでんの。で、あの、セリモの誕生日に使わせて、まあ、その辺は10で覚えてるけど、まあ、どっか書いてたかな。うちだけど、まあまあ、うちのお父さん、辻徹のね、誕生日は、明日、12月4日です。もう亡くなってるけど。だから、うちの夫の誕生日っていうのは非常に重要になるけど、ただ坂本徹の誕生日だったかな。やっぱりそうやったかな。12月4日やったかな。かもしれん。で、坂本選手って何だよ、巨人にって。うん、そんな、だから、片割れ。だから、坂本徹もひどい目になってるから。片割れが多い。